今日は、うん、何の服やねん。あ、お待たせ。あ、もうね、もうね、回しちゃった。映ってる。そう、あれの、バイです。バイセクシャルデイの、バイセクシャルデイの竹内山と申します。よろしくお願いします。男の子の子大好きです。マリナさん、うん、の、2人の動画の時に、うん、急遽登場したバイセクシャルです。サプライズを失敗した竹内です。意外と気にしてます。意外と気にしてます。だって僕すごい、なんだろう、サプライズっていうか、そういうハニトーに関してはもう力入れてるから、まさか失敗するなんて。こうして仲良くなれた。まあね、え、仲良くなったね。なんかたまたまね、今日今日会ってね。あれ、青木さんいるんだ。そう、一緒にご飯食べようかって言って ね、 ね、まあ、短い時間だけどね。うん、ちょっと食べね、うん、え、何が好き。え、逆に、いや、結構さ、パセラっていろんなメニューあるんだね。そうなのよ、本当に迷わせるの。ちなみに何がおすすめ。え、どういう系がいいんですか。逆になんかがっつりなのか、小皿系なのか。がっつり。声は女子だけど、言葉は男だよね。汁なし担々麺と、うん、この冷麺、どっちが美味しい。正直僕は担々麺の方かな。冷麺は食べたことない。この3つのどちらか。あー、冷麺か、がっつりの汁なし担々。あれ、呼ばれてる。大丈夫。うん、ちょっとボール切れてて、ちょっと待ってね。うん、多分この件かな。よいしょ、いってらっしゃい。行きます。あ、理解ができてない。どういうこと？どういうこと？だって、マリナさん。あ、はい。え、ちょっとびっくりしすぎて、私よくわかんないんだけど。え、え？はい。ありがとうございます。うん。あれだ。工藤さんだ。うん。工藤さん、ありがとうございます。あ、名前覚えられちゃった。恥ずかしい。なんかすいません。僕のパセラランキングで2位でした。あ、さっきのが1位。さっきの1位。あれは殿堂入り。殿堂入りなんだ。ここまでです。いました。ちょっと小指立ってたね。おいしい。いました。すごいでしょ、すごいでしょ。ほんといつも生殺し、これを持っていくとき食べたくなる。食べたくなるね、もう。いや、バレねえだろって思うけど食べたい。麺類って食べるの難しいよね、綺麗に。まあね、どうやって美しく見せれるか。そうか、勝負。ちょっとここにいらっしゃる。うん、いただきます。うん、よいしょ。うん、うん、うん、この呪縛はね、あの、何口かで飽きてくるっていう感じ。大丈夫、いける。行って大丈夫。行って大丈夫。行って大丈夫。そう、パセラの店員さんが、あの、カニとはすぐ飽きる。でも美味しいからね。美味しいからね。結構人気？このハニトーっていうのは。いや、めっちゃ人気。もうワン入室にワンハニトーだね。本当？だから一人で入ってきて、一人でハニトー食べようとしてる。本当にバカだなと。え、いるの？いる。いや、もう多分分かって大きさが分からないんだと思うけど。いや、まだよ。お願いいたしまーす。うん、すみません。わかります。僕の大好き NG だね。僕の大好きな大好きな恋してるみたい。 H さん、 H さん、 H さん、片思い。だって毎日 LINE してると途切れない。 LINE が途切れない。途切れない。もう週に3回、3、4回ロマンティックが止まらない。ロマだけに。そう、うまい、うまい。私たちはちょっとこれからも楽しみます。はい、じゃあまたね。竹内と青木でした。でした。また次の動画でお会いしましょう。
ありがとう。